高知県南国市の船井は古墳群出土品。中段に二列に並ぶ耳輪がある。耳輪とは、古墳時代後期から、飛鳥時代にかけて作られた環状の金属製耳飾りである。金、銀、銅製のほか、銅の表面に金をと金した、金銅製や銀と金、銅や鉄の表面に薄い金、銀板を巻いて製作したものがある。表面素材によって、金管、銀管、 同館とも呼び分ける。古墳時代後期から、アスカ時代にかけての古墳や横穴墓の副葬品として発見されることが多い。ただし下の副葬品のように、埋葬時に遺体の近くに添えられたのではなく、遺体の耳につけられていたものが出土していると考えられている。数多くの古墳から出土しており、その分布も全国的であるが、大きさはまちまちである。また、純金。 純銀製のものは、ほとんどなく、多くは、金銀のと金である。当時の埴輪にも耳輪をつけた表現があり、男女を問わず耳につけていたと考えられている。系統大刀や片頭立ちの釣り金具である、玉木付け足金具にも似ているが、玉木付け足金具の場合、足という太刀に接続させる、別部品が巻きついて、鞘に伴っていることが多い。なお、千葉県市原市にある、 古墳時代後期前半のエゴダ金冠塚古墳は、旧名を、氷壇塚古墳と呼んだが、純金製の金冠の湿度によって、金冠塚と呼ばれるようになった事例である。耳は上田2006年ピアニッシモ、105から110、西洋市の文化財、詩指定金冠耳は上田2006年ピアニッシモ、108から109、豊島2011年ピアニッシモ、 44から45としま2013年ピアニッシュも77から96英語だ金冠塚古墳。ありがとうございます。